のぞちゃんこんばんざいあ、得点ありがとうツーショット撮ったよりまさんさんすみちゃんこんばんざいお、もうすぐお風呂が分けるぞ今日はちゃんとしっかりたっぷり湯船に浸かるよ残りおよそ5分でお風呂に入れますわかりました でも笹川はまだあと五分以上配信をします今日はいよいよワンマンじゃ日付変わって <laughs> のびここんばんざいちょっと笹川はまだ 8月の世界から抜け出せてないのでラジオ配信で今日も失礼いたしますのどちゃんさっちゃんがメンズ方だったからねっ「ふ <laughs> ふツーショットチェキ」って書いてあった「ささりま」でもすごいね映いい感じだったと思う「ささりまツーショットチェキ」楽しみにしててすみちゃんこな間お祭りで。 サさサさサコノスケさこのスケポジションじゃなかったのに <S 1> <S 1> さッさッさコノスケツッツてて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 そもパパこんばんざーいイエイ明日はマハンたみたみこんばんざいのびんの通信路回復まであと少し頑張れ頑張ってくれ 頼む九月よろしくお願いします <laughs> 早く回復してくださいお願いしますすみちゃんもうただ言いたかった <laughs> ただただねなんかすごい言いたくなるよねさっさっさこのすけ早くみんなに大声で言ってほしいな 場所でさっさっさこのすけのび明日楽しみだ仕事の後だから遅刻確定だけどイエーイお仕事頑張れ明日は楽しいことがあるからお仕事頑張れえちなみに何時ぐらいに着けそうなんだろう見込みお四47配信ルームが始まった こうだ、さあさちゃん。さあさちゃんだよ。え。な亡くなった。ケンさん、こんばんは。さみちゃん、でもあれは真央さんがいてこそ、成り立つみたいなところ。あ、噂の真央さんだ。こんばんは。真央さん。さあさあ、さこのすけへの伝道師。 ケンさんマちゃん塗り合配信してるけどいつ終わるのやらうんぬりぬりしてんのかぶおこんばんはまあ私いたら成り立つの、ね、さ,あさ,あさあこのすけがねさささこのすけこたお寿司食べてる今お寿司 <laughs> 何最後のお寿司 <laughs> ええー サーモンと縁側とアジ欲しいなちょうだいお寿司食べたいお寿司食べ放題したいキシさん明日楽しみにしてるねおやすみおやすみなさいイエーイもう早くワンマンライブ大好きマンだからワンマンやりたくてしょうがないいろんな曲あるしねすごい久々曲もある 頑張っても開演1時間後ああ1時間後オッケーオッケーなんとなくただ聞きたかった特に聞いて笹川がどうできるわけでもないけど <laughs> 頑張れまあのす助さんしたかったそうでも迫之助ポジションには立ってないんだけどねあのしおりポジシュウモンこんばんはあっシュウンあれ桃太郎のさ お酒飲んでたよねそうそう見た見たごめん反応できてなくて反応できてなかったけど見た桃太郎の味なんだサーモンまだえー、あるありがとうあとのサーモン全部ちょうだいありがとうサーモン好きだからそこんとこよろしく残しといてねこれささなだからってあお風呂開けた 押る人いいなーそうなんだよねまだ他にも来れる方いるかなどうしても来れない方はまた今度やねまああそうなのかのすけポジみたいのすけポジ最近やってないねあ思い出した今のうちに明日の「万歳セトリのあれ作っておかなきゃ。 シューも桃太郎美味しかったですバンザイジャパンあ、飲み物の差し入れできるよそのパパ昨夜キトアイさんのライブの中の座談会のコーナーで藤崎ふみさんのピアノのお話ああふみが弾いたねピアノがキトアイさんの曲で使われてるもんねそうそうあのピアノすごい大好き こんばんちゃんこんばんはいあチェキありがとうチェキ明日明日は私ね明日チェッキー見、ね、て,てくれてありがとうございます新潟人同士太郎ちゃんこんばんはーい太郎すみちゃんさこのすけぽまおさん声出してる条件それなかなか難しいなすべての条件が揃うの すべての条件揃ったたら感動しちゃうね来たこの時がってなっちゃうまあ明日頑張れ頑張ってくるよ真央の分まで湧いとくわ笹川が「っちゃんかわいいね」ってしとく真央の分より真央の分まで。 シューマン桃太郎のはサワーなんですけどお酒の差し入れもあ,あ大丈夫だと思ううん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 サワーなんだねシュワシュワしてるんだねパンちゃんはいチミちゃんオーロラ見るよりむずいやろそんなに <laughs> そんな確率そこまで バッツけ本番で12回で録音したそうですあそうなんだ素敵なピアノですよねそうあの音メロディー好きタラちゃんタタリティとかプレゼントしたらプレゼントおっ大丈夫だよえタタリティジュリアナのタタリさんママイ助かるたくさんさあちゃんかいねえらいだねしとって分かった 川が沙ちゃんかわいいねんお酒も大丈夫と思うなんか結構あのそういう文とか結構なんから獺祭系とかもろてる気がするさっきちゃんあ副反応だったんかお疲れお疲れ えもうよくなった明日これぞ大丈夫かでもちゃんとワクチン打ったらねえらいえらいシュも今度桃太郎さわーうえモ桃太郎サワーってさ東京売ってないのかなあんま売ってないのかな 桃好きな人な人ら面白がれるとでも桃太郎の味ってことは多分桃の味ではないんだよねきっと桃太郎って桃の味しないから <laughs> まあ俺がオーロラ見せてやるよ <laughs> 誰あと誰決まった決まってない決まってない百葉会さんかタタリティ そっちかジュリアランタタリさんかと思った「スマパパ日中につさんの配信にお邪魔したら笹サ推しのスマーパパさんとおお名前覚えてた覚えていってくださり感謝でしたエ、ね、さん推し緑すごい振ってくれてるもんねいた でももたらはほとんどジュースみたいな味でした。度数を低め。低そう。さあ38度から下がらん。ええー、頑張れあとちょっと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 。クールダウンクールダウン。ウン東京でもあるのかな酒コーナー全然民んから分からんけど。タラちゃんオーロラ緑つまりさちゃん。うん、さちゃん。 緑なら何でもさっちゃう桃太郎だけどいちご味でりんご果汁しようそ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 う新潟で有名な新潟県民はみんな知ってるオーロラ,オーロラじゃない混ざった桃太郎オーロラはみんな知ってますねはい桃太郎でもいちご味いちご味なのかな イチゴの味すらただ甘い味ただただ甘い味まあ君だけのオーロラをね決まってない <laughs> 目ががん決まってるかもしれない今マ央の目が。 ジュリアのた,たりは昔見てて疲れて座ってると立たされてああそう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 バババババババンバンンンンンブブブルルルそうよくやってたよくご一緒してたから君だけのオーロラあよかったね一人に受けてるよ一人に一人にき <laughs> <強>調ちき <laughs> まあ決まったの決まってたねかっこいいマおじゃん まおちゃんかっこいいブユーデン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 真央、ま、ちゃんかっこいいパパ <laughs> 明日はシャングリラ真っ赤になるのかな真っ赤なシャングリラになるでしょうかどうでしょうか真っ赤なシャングリラってなんだでもシャングリラ壁真っ赤だよね渋谷近未来会館ぐらい真っ赤 なんでライブハウスって赤好きなんだろうあでも結構青いライブハウスもあるか黄色とか緑のライブハウスは全然見ないな慎吾ちゃんこんばんざーいタラちゃん今日か今日今日はまン、あ、今日 今日だよおいでまあ大人になったら意味がわかるようになるよな、戻ってきたなんか今電波調子悪かったかもしれんごめん戻ってきた 妻パパ壁が真っ赤で衣装はああ衣装は4種類あるんですけれどもバンザイジャパン果たして何衣装でしょうか当ててみて4分の1何でしょう通称紅白衣装とカラフル衣装新衣装ポップ衣装 もしかしたらまた違う衣装かもしれないねちなみに新衣装はもうなんかみんながそれで定着してしまったのでいつまでたっても多分これから先もずっと「新衣装」って呼び続けると思います全然もう「新」じゃなくてももうなんか一回変えるか呼び方変えるかってなったけど でも結局変わらずそのまんまいってる今のところ <laughs> 新衣装おさサヒは「ポップ」に1票ポップねポップひらがな <laughs> いつも新しい衣装が増えるとさメンバーで「これ何衣装?」って呼ぶ会議が行われる <laughs> ちなみに 絵文字はねなんかそれぞれイメージした絵文字があるんだけど紅白衣装があの日本の国旗の絵文字でカラフル衣装が虹の絵文字新衣装が鳥居の絵文字ポップ衣装がなんか雨あのぐるぐるしてる方の ペペロペロする雨つもパパ楽しみですね楽しみとても楽しみワンマンライブ大好き日な,なたポーポップ タラちゃん。えチケット売り切れ,売り切れたのもうもう何かあっほんとだなんであなた早く予約しなかったのこれだけ言ってたのになんでえー、まだ増えたりするかなもしかしたらキャンセルとかで増えたりしないかな 増えることを信じてもし当日なんか増えたりしたらちょっとお知らせしますもうええー、笹予約さん増えたかな増えてたといいなー増えてるといいなもう。 これだけもうずっとたくさん行ってたから来れたのに予約できなかったなしだぞおこだぞお世界うんさっと犬犬犬犬そのパパとさんがささの汗の輝きに注目してとおっしゃっていました。 多分注目しなくてもね自然と目に入っちゃうきっとキラ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 そのそのパパ今日の港さんの配信中に最後の一枚が完売しましたああれかな多分お昼の方かなあれお昼なんかさっき追加されてた分もまた完売したらね やっぱそこまで広くないからな海賊は地味に行ったんだけどえこの前の平山里タラちゃんタラちゃんタラちゃんえでもまだ可能性もしかしたらあるからそしたらおいでねお知らせするから待ってるよサ,サさんは。 ちゃん、ささお、今日もラブユー、イェラブミー、イエスラブミー、ラブミー。let's love me。さ、結局三百枚ぐらい売れたのかな。ね、友達ちゃん潰されないか不安。さひがちょっと守って、守ってね。どれぐらいなんだろうね。みんな、本当にちゃんと来てくれたら。 どれぐらいなんだろうそのパパはソサさんの汗しっかり <laughs> 目に焼きつけますでも,もねライブしてるとか見たことあるもんねタラちゃん時間的に無理だったので <laughs> 日中の配信であなんかねさっきまたね販売してたのよそうそうそうついさっきまで。 ちゃんもしかしてオラ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 明日笹を楽しむには上手と下手え上手と下手どっちがいいかないろんな曲出るからなちょっと待ってうんちょっといろいろ出るからなうんどっちが多いんだろう まあ考えているさが、あ結構手のまあ多分どっちもどっちって感じですけどでも今ざーっと本当にいっぱい曲があるからもちろん下手にも結構行ったりする時もあるけどざっと見た感じ上 でかなちょっと全部の曲の流れを追ったわけじゃないからわかんないけどだからみんなお客さん側から見て右側ですね。 シンゴちゃん音楽買いましたのでありがとうございます音楽えっ慎吾ちゃんめっちゃいっぱい買ってくれてたよねいろんな人のありがとうございますあの浴衣の特典皆さん楽しみにしてお待ちくださいマッサンこんばんざーい岩県がこんばんざーいさあ神手ってことは夢見る少女案件ですかさあ それはどうでしょうか笹川は何も申し上げられれませんけれどもえでもで本当に全然あの上手って言ったけど全然多分センターも行くし下手の方にも行くからねっていう今分かんない本当にそんな一瞬で全てのポジションを全部こう頭で終えるわけじゃないから自分もはっきり。 どっちが多いかちょっとよくわかんないけど「神てか明日も笹をロックオンするでちゃんとちゃんと見てくれよなしっかりもう笹側がず出てる時はずーっと見つめててくださいたとえ反対,反対側にいようとも後ろの方で踊っていようともしっかり見つけてください」 笹川がはけてた時は楽屋の方向ずっと見つめててください <laughs> あの人一人でどこ見てるんだろうってメンバーに思われる「見つめようそうだよ笹さんがこう前に出てバーって歌った時はしっかり緑をねピシーってやって。 だぞっていうアピールしてください <laughs> 嬉しいティンちゃん明日もあしょぼめ <laughs> いいんだよ盛大に振ってくれてもうわーってあ他の人に当たらない程度にね慎吾ちゃん出先だったから配信見ずに買ったからあそうだったんだどうなっているか分からなかった落書き斜面 あきでいいんだよね多分みんなの2枚ずつ買ってくれた送るぜよシュウンライブってステージに近すぎるとポジション移動であー確かにね遠くからだとこう全体見えるけど最善の方だと近くよく見えるのはいい分近くで見えるのはいい分 反対側にねメンバー行っちゃったりするとなかなかそっち側あんまり見えなくなっちゃうねどっちもどっちどっちが好きかまあお好みの方でまあさ上手の笹さんはスタートの2番であ立ち寝、あれね電車の中で立ち寝してるスタートてじちゃん見つめ合うと素直になれないからな 見つめ合うと素直に、本来触れない。でも案外少し離れたとこから押し眺めてる方が落ち着けます。ああそういうはそういう人もいるよね。自分も。 もし自分がステージ見るっってなったら、まあ、たまに他のアイドルさんのライブとか見させてもらったりするけど近くで目あっちゃうと恥ずかしいから絶対自分一番うし後ろとかで見るのがちょうどいいタラちゃんスタートは18時半だけどバンザイジャパン19時半ぐらいからもしかしてまあ,あのタイムテーブルはちょっと一応非公開なんですけれども。 まああの一応フロントセブンちゃんと足軽ジャパンの出演があるよっていうことだけそうですねそうごめん全体のタイムテーブルはちょっと申し上げられないんですけれども申し訳ないことに一応その3組出るからね笹川万歳ジャパンの枠のみ出演いたします で得点会がまあ時間通りに進めばえっと20時45からだっけな20時45分頃から確か始まるのでまあ20時半とかにライブ終わるのかな カナも,も離れてしまった時は笹川さんよく見てますあそうなの嬉しいそうステージにね出てない時間とかもあるもんね入れ替わっちゃったりするからティンちゃんでもワイワイええ子ええ子してもらったからいつでも成仏 <laughs> 成仏すなまだ生きよう生きててくれ <laughs> やだ成仏させない 多少ソロ30分は咲いてほしい <laughs> 待ってソロ一人一 <laughs> 人で30分それも立派なソロのアイドルやんソロ曲披露しないとなそれはタラちゃんすまんすまんすまんのではそうバンズジャパンはねたっぷりもちろんたっぷりライブさせていただきますので お楽しみにうもう全然台湾ライブの日じゃないたくさんみんなねだからしっかりあのたくさんご飯を食べてお腹空いて途中で倒れないように気をつけてください。 ジャン,ピングアップジャパンの手の上げ方 m v に <laughs> あれあの気持ち悪い動き <laughs> あの笹さじいちゃんのねう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 ねダンス。 くねくねダンス <laughs> まあ明日がジャンピンアップジャパンあるかどうかはまだ分かりませんけどね <laughs> タラちゃん足軽ジャパンフロントセブンバンドジャパン笹川笹やばいでしょ笹川笹単独 <laughs> 一人だけ <laughs> 人気者になったなそれ ああの早くっててそう決められてたなんかこうレッスンしてた時にそのマネージャーさんとあと MV の監督さんとかあ、ま、他にも MV の衣装さんとかなんかそういう方が何人かこうぞろぞろって来られてレッスンしてた時にでなんかマネージャーさんと監督さんがこう話してて。 にににににあれが誰々でみたいななんかねそれ見ながら多分イメージ固めてたんだと思う誰が何の役かみたいなでもそう全然あの自分たちで死亡したとかじゃなくて決められました決められてます シんゴちゃんさささんワンマンやるときは会場については是非ともご相談させてください <laughs> 全面的にサポートしてくれますよろしくお願いしますさささん一人でいけるかな一人心細すぎるよやばいよまだ笹川一人でそんなたくさんステージできるような時はないなもうみんなで立つの慣れてるから おじいさん役って言われて最初どういう気持ちやったおじいさん役ええー、でも別にそんな嫌な気持ちとかなかった全く <laughs> わらみたいな <laughs> おコマとおじいちゃんばあちゃん絶対なんか面白くしてやるっていう気持ち <laughs> だった。 千ラ千ラいっぱいにできるかなどうしようすっかすかなっちゃうよいっぱいにしたいけどさあさあさんそろセーラームまたやりたいねえ今度一人じゃなくてさいろんなメンバーにコスプレしてもらってセーラームみたいになりみ,みたいにやりたいセーラーのミュージカルていりん テリテリテレそう前ねあれジャック・オブ・東京かってやったんですよねメンバーのソロのコーナーみたいなの何人かやって笹川もやらせてもろたんですけど笹川はセーラー・ウラヌスの格好で。 ムーンライト伝説かをやりました一曲目なんてったってさちゃんなんてったってアイドルのやつティンちゃん笹生の MV 出演95%くらいの確率あるで HP から問い合わせたら返信もノとあった <laughs> 来たよマネージャーさんから来たそう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  <laughs> こんなお話が来まましたってて川の元に送られてまいりました <laughs> お問い合わせありがとうございますシンゴちゃん結果セーラームーンって全員でえ何人だろうセーラーセーラー戦士はねえどこまでのこと言うんだろうあの人たちは含むかな なんだっけ、スターライツスリーライツんセーラームーンセーラーマーキュリーセーラーマーズセーラージュピター、セーラーあれなんだっけヴィナスチビウサうーん ウラヌスネプチューンサタンプルートジュとかあれまだいるかな。んちゃんおじゅーもバンザイメンバーに出演したらしていただくにふさわしいキャッチーな和風ロックの曲作るってやる気もまあ、ま、<laughs> すごいそっちそっち合わせになってる。<laughs> 『バンザイジャパン』メンバー合わせになってますかもしかしてえー、楽しみにしてますとても <laughs> 和風ロックバリバリな感じでやったー <laughs> 楽しみにしてます曲真あ沙ちゃんあちゃん,さあちゃん何何どうしたのどうしたのちちゃんさあちゃんんだよマオマオ どうしたの,どうしたの <laughs> そろそろちょっと写真変えようかな飽きちゃった写真変えよううん <laughs> うんうんって感じの顔この写真初出しだ んちゃん笹尾以外の人も複数に「おおお誰キャスティングしますか木村村拓ささん有村かすみさんあじゃあ、うん、誰がいいかな吉岡里帆ちゃん。 まあ呼んだいや呼ん,ん呼ばれた何 <laughs> かあったのかと思ったやんいいよ呼んでいつでもいつでも呼ばれたら駆けつける <laughs> 呼んで呼んで「バンザイジャパン」メンバーで複数人ってことな <laughs> 知ってた <laughs> ええー、出させてもらえるんか 誰誰誰誰う <laughs> し石岡里帆ちゃんじゃなかったかうん <laughs> えなんか最近めっちゃ画面固まるなんかさ めちゃめちゃ固まるんだけど今日でも笹川だけ笹川だけなのかなって思ったらでもツイッターでツイッタースペース固まるって検索したらなんか他にもめちゃめちゃ固まってた人いたらしいから多分ツイッターのせい。 リマさんにさっちゃんに好かれとけって言われたから好かれに来た。あ、リマの方行ってたんかい。なんでこっちいなかったんよ。なんでないよ。おいこら。え好かれとけばいいんだよ。<laughs> す。はおはお。ラプタン、こんばんざい。えいえい。 みんな笹推しさんは笹さんが配信してる時は笹があんところにいないわえまあでも何窓かしてるっていう人いるけどねパソコンとかでパソコンは何窓とか開けるらしいからてんちゃん笹を好かれる方法それ実際検索したら何出てくるんやろう ささグーグルで検索してみよう一番上に何が出てくるかささを好かれる <laughs> 嫌われる仕事の頼み方3ポイントと好かれる仕事の頼み方7つのポイントが出てきましたもうささをは完全に無視ですねこれ。 猫が喜ぶこととは <laughs> 猫に好かれる方法やコツ <laughs> まあすみませんちょっと美月ちゃんと合流してましたお合流しとけよ <laughs> えー、じゃあさっちゃんの言葉を聞いてない瞬間があったってことってこと <laughs> 笹川が喋ってる瞬間に笹川の声を聞いてなかった瞬間があるってことえみ、ー、ちこんばんざーい。 ひなあちらのルームでエンディングソングが流れてますね笹川が話してる時にじゃあ日な良も笹川の声を聞かずにそっちのルームに行ってたってことでも知ってる笹川笹尾さん結構流れがちだっていうことってこと もったいない。道久しぶり近未来楽しみだ。楽しみだ,ーしみだー。え近未来3 4かわいつ三四。可愛い可愛い。可愛い,い,い,い。いや <laughs> う。うるせえ。うるせえうるせえ。てんちゃんなんでささはこんなに可愛い,いんな、可愛すぎて。あてんちゃんがはげちゃう。 さよなら髪の毛う。ハゲって呼ぶね、これから。ハゲ。<laughs> うん、ハゲ。<laughs> う、う。大事な髪の毛。う、う。キャワイ,イ。うるせうるせうるせえ。キウイ。キウイ食べたい、キウイ。 ちゃんの名前出されてニコニコで戻ってきたの最強にダサいぞ出される前に笹川のもとに戻ってこい出されてから戻ってくるんじゃ遅いぞ <laughs> いいもん笹さんだって配信終えてどっか行ってやるお風呂に行ってやる <laughs> <laughs> お風呂が笹川のこと待ってるからお湯分けたよってけなげに待ってるから今みんなが笹川の笹川が話してる時笹川の声聞かずにどっか行ってるなら笹川もうお風呂入ってくる。 日,日曜日近未来に来ますあ日曜日えっ、ー、と四日四日かな日曜日日曜日さ日曜日だまあゆっくり温まるんだよ偉いねー <laughs> 急速に温まってやる <laughs> 一瞬で <laughs> よくわかんないところ <laughs> 意地張る キン AKA、ハゲ,ハゲ最近バンドの告知よりサザオの告知の方をたくさん拡散しててえ本当にありがとうありがとう思った以上に拡散してくれているありがとう今日は風呂沸いてるあ、風呂沸いてるふうさっきお風呂が沸きましたって言ってた今 風呂いてるらしいビココーツ刺さりま単語詞しになってる名前がビコー明日来れそうになかったかなんかツイート見た早くビコにもワンマンライブ見てほしいな生で見せたいな 見せたいな見せたいなまあすねて頭にスピード上がるならあるしい <laughs> ぐーん一瞬で頭とあっね真央にずっと言おうと思ってたんだけど今もねちまちま真央がくれた入浴剤たち使ってるよ毎日メッセージ見ながらどれにしようかなーって。 いつも悩んでるだからその度に「ありがとう」ってほっこりなってるっていうことをそうずっとずっと言おうと思ってたほっこりほっこりうん今日も真央の入浴剤入れてやる入れて入ってやる みちお風呂沸いたーやったー沸いたー泣いたーみち明日も行きたかったはい仕事仕事かみちーみちいちゃん沸いてるフロア今日もさすちゃんシャンプーいっちゃって言われなくてもシャンプーいくわ <laughs> フロア沸いてなくても 毎日シャンプーしとるけびこ明日日立なのよあ日立日立日立ってどこだっけママ行きたいのねね行きたいよな日なったねえそうあっくんが初めて来てくれるしかもお友達も連れて もう感謝感謝よ,ようやくお会いできる、ね、ええありがとうありがとうでもそうひななたのツイート見て気になってくれてたから最初はありがとうだすごくありがとう本当にもう拡散してくれてる人ありがとうおかげで笹川はここにいます まあええー、かわい,いすうん好きだろう <laughs> いいぞいいぞ道仕事えー、え頑張えブイキョウ頑張えまあサちゃんのクリスマスと誕生日のプレゼント考える時間一番楽しい一番 言ったな一番で一番めっちゃ楽しいじゃんじゃあ毎日プレゼント考えてもろって <laughs> 茨城か日立みち分身しますあ分身できるのよかった話が早いじゃあ分身しよう笹尾のお風呂のルーティーン笹尾はお風呂の湯船 溜めた場合は、まあ、最初はシャワーで体流して湯船浸かるずっとしばらく浸かってるずっと浸かるまだ浸かるふやけてきたら上がる髪洗うで髪トリートメントつけてトリートメントをしてる間に待ってる間に。 歯を磨くメイク落として顔を洗う体洗うトリートメント流すお風呂洗う以上笹尾のお風呂ルーティンでした。 みんな二人で、ね、スケジュール挑戦してずっと作戦会議したんだけどねえ会わなかったまた今度一緒に生きてくれよなでもひななたバイト選手に戻っちゃうのかなひななたにいつ会えるのかなかなーピーを再び再びピー現わる 明日も笹尾の心の支えになってしまうのか <laughs> なんでちょっと嫌々みたいな感じで書くんよ <laughs> なってまうのか <laughs> 笹尾内さんは笹尾の心の支えなんてねあの頑張ってみんなで支えてものてじゃないとすぐ倒壊するから <laughs> ガラ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 ミ笹さんも頑張る頑張る そんな誕生な女じゃねえからな好きじゃないのん好きじゃないのかラビタンちゃんごちゃんこ鍋さっちゃんご鍋けビこ冬はライブ行かないと思うからえー、なんでいや,いや。 四指針の件四みあばハートありがとう、ま、るちゃんがハートを投げてくれてるよもう盛大なため息めっちゃため息つくやん なんだバイト戦士でも隙を見ていけるって見せてあげますよだだ何 <laughs> のだ <laughs> お見せつけてくれ <laughs> バイト戦士日な夕シャキーン慎吾ちゃん風呂掃除は入浴後なのねそうお風呂上がり終わってすぐやる 冬場あそんなな寒くないぽかぽかしてるからささお呼びが流行ってないねさ <laughs> さおおしんごちゃんもなんか魔法のステッキありがとうささがはささおしなったびこ、ライブの後にああ雪道かなるほどそういうことか 好きに決まってるすぎて言葉が出なかったあそういうそういうためきもう言葉にもならんひなたアントニオ猪木のあそのダーネ123ダー敵のダーだちゃんと解説してくれたありがとうダーハあばし悲しい顔をしている 悲しい顔どうしたの t h ストームこんばんはストームさん今何時もうそろ1時間話してんのか おうもう1時間ぐらい話してたいつの間にか笹川さんもそろそろ終わってお風呂入るよ明日も頑張って起きなきゃだからねシャングリラのキャッパが最大600人あ <laughs> あれかコロナ禍とかそんなに入るのか 600? コロナ考慮せずでかな六百。なあ、no, ありがとう高速バスあそうかストームさんも高速バスで来てくれてんのか頑張れバスで子冬になる前にできるだけライブ行きたいと思ってるから、はああんか織姫と彦星みたいだね夏 夏しか会えないみたいな2週連続で下北沢ねもう下北沢の住民だたくさん温まってね温まるいやでも温まりすぎると暑いからほどほどに温まるてんちゃんお一生お風呂入らないです <laughs> それでええんかお前はそれでええんか <laughs> おしめ一生お風呂に入ってなかったらそれでええんかもう一回心に手を当てて聞いてみな「ラビィタン手足しわしわになるまで使って」あでも結構いつもねそう指ふやふやになっちゃうあやべやべってなる足の指よくふやふやで「やべやべ」「しわしわ」「しわしわのささ 子おっさんい彦星いや笹川が彦星になるて <laughs> ゃ一生お風呂入ってて <laughs> その中間ないんだ中間がいいな最大600人でもコロナ禍で半分くらいの店員になるのかな金、ね、えっ600入るのかなあそこに詰めても いちゃん明日のライブが楽しみすぎて夜しか眠れない夜眠れるならよかったよもう健康的に夜寝て朝起きて明日おやすみパッションねおやすみアバキオアバキオあれアバキオレオーネアバキオだお腹かがぐるぐるなってる ラビタンサワッサワの獅子うん原型とどめてないサワッサワ何触ってんの獅子獅子側獅子ミコ私女装しないとかキモくなるぞええー、みたい一回ちょっとみんな女装してきてほしいなアドレスコードじゃあ皆さん私はお風呂にそろそろ入ってまいりますわね おやすみなさい良い夢を見てください明日晴れてほしいな晴れてくださいでも暑くはならないでくださいよろしくお願いしますうん 夏でも湯船に、浸かるときは浸かれます。毎日じゃないけど、シャワーで済ませたときもあるけど、浸かれるときは浸かってる。お疲れ様でした。あスピードワゴン、本当に終わり際だった。おやすみなさい。おじゃあ明日は下北沢シャングリラで、皆さんをお待ちしております。またね。 Yes, me.